はい、ガズリです。今日は、キャッツカフェさんに来ました。で、今日はキャッツカフェさんの、デカ盛りパフェアンビリーバブルを食べます。で、皆さん覚えてますかね。以前自分の動画のシャープ41で食べたネバーギブアップの挑戦から、またアンビリーバブルに挑戦するという宣言から、1年以上経つんですかね。いや、1年も経ってないですね。で、まあ挑戦することにしました。で、前回食べたネバーギブアップは、4人前だったんですけど、で、アンビリーバブルは、8人前になります。まあ、約2倍ですね。で、まあ今回、まあ、絶対、まあ、大食いにはなるんですけど、まあ、大食いとは違って、今回アイスクリームの量がすんごい多いんで、冷えとの戦いですね。冷えとの戦いとなりますね、体ので。一番上が生クリームが乗ってるんですけど、中の方に行くともうソフトクリームしか入ってないんですね。でも、ソフトクリームとの後半戦いは体の冷えでしたね。お腹的には全然入るんですけど、やっぱり冷えとの戦いになるんで、もう胃の容量関係ないですね。早速コートを脱いでたんですけど、やっぱり暖房効いてる店のお店の中でもやっぱりこうやって着込んじゃいますね。いや、でもこのパフェすんごい美味しいですね。生クリーム乗ってる上らへんですね。シュークリーム、プチシュークリームや、いちごのフルーツとかがいろいろ乗ってて美味しかったですね。で、あと真ん中にコーンフレークですね。コーンフレークが入ってました。で、やっぱりこうやって混ぜないと、少し溶かさないと、そう、溶かさないと、やっぱりすごい冷えちゃうんで、あと冷たいんで、たくさん入れると、なかなか頭が痛くなるってあるじゃないですか。ああなるんで、やっぱりアイスの大食いって難しいですね。やっぱり普段あったかいものや、あったかいものとかが多いんで、やっぱりすんなり入ってくんですけど、やっぱり冷たいのってなるとやっぱり難しいですね。なかなか入ってかないですね。まあ、今回は制限時間に食べるっていう、チャレンジメニューではなかったんで、ゆっくり食べました。普通にデカ盛りを食べるような感覚で、食べてましたね。
で今回あのアンビリーバブル挑戦したんですけど、これの上があのなんてこったいっていうパフェがあるんですけど、あれはもう一人では不可能なレベルですね。いや、なんてこったいっていうパフェすごいっすよ。あの普通パフェってフルーツや生クリームとかが乗ってるじゃないですか。あのてっぺんにエビフライ乗ってるんですよ。いや、ちょっとエビフライにはちょっとびっくりしましたね。あ、ちょっとこっからちょっと寒くなってきましたね。ソフトクリームの大食いってあの制限がありますね、やっぱり。いや、パフェの大食い自分大好きなんですけど、あのやっぱりソフトクリームの比率が多いとちょっとしんどいですね。これが全部生クリームだったら自分最高なんですけど、ソフトクリームはやっぱり厳しいですね。そういえばあの皆さん前回のココイチの動画で、まあ、2月の23日で、まあ、自分 YouTube 始めてちょうど1年経つんですけど、それの、 あのリクエストですね、ありがとうございました。まあこれから、まあ、皆さんのコメントを踏まえて、まあ、やっていこうかなと思います。で、あの2月の23日あのライブ配信してほしいっていう希望があったんですけど、あの23日自分夜勤なんで、ちょっと昼間にやるのはちょっとあれなんで申し訳ないですけど、ライブ配信はちょっとできない感じですね。まあ、別の日でいいんでしたら、あの土日でよければライブ配信できるんですけど、ちょっと23日の日はちょっとできないかもしれないですね。あと23日で1年なんですけど、あと自分の動画あと10本ぐらいやったらちょうど100本目の、動画配信となるんで、なんかあの記念日ばっかっすねな、100本目でありますし、あと1周年記念、この際100本と、1周年記念同時にやるっていうのはどうですかね。その方がいいかなって自分思ったんですけど、あ、この辺からもうスープ挟んでかないと。そうですね、お腹さすってますけど、これはあのお腹いっぱいではなくて、お腹が冷たいからあのさすってるだけなんですよ。
お腹的にはまだ全然なんですよ。全然なんですけど、やっぱりこの冷えがどうしても応えるんですよね。これ苦しそうに見えるんですけど、これはあくまでも冷たい冷えですね。冷えるから結構しんどいって感じなんですよ。あ、もう器を持ち上げたんで、そろそろ完食ですね。あ、ちなみになんですけど、これちょっと前までなら20分以内の完食で確か無料になるっていう、これチャレンジメニューだったんですよ。いやでもこれ自分20分以内はちょっと無理ですね。これこれはソフトクリームの、まあ本当に得意な方じゃないと結構厳しいかもしれないですね。冷えに強い方ですね。あ、そういうな、まあだいたいこうやって喋ってる間にもうすぐ完食ですね。はい、というわけで冷えとの戦いを乗り越え、完食しました、というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。